皆さん、こんにちは。本日、サンクスギビング明けの日曜日は、私とジョンさんの出会って10周年記念です。 10th anniversary。 ということで、毎年この日、私たちが初めて出会った、初めてデートしたカフェでブランチを取るのがカスタムになっております。今年はとってもスペシャルで、ベイビーちゃんが生まれましたので特別なんですけれども、母が、ベイビーちゃんを面倒を見ててくれるということで、また2人で出会った10周年記念を Smells good. Smells good. Smells nice. Yeah. Yeah. 祝っていきたいと思います、mm. Let's go! はい、はい、じゃあママとパパアニバーサリーブランチ行ってきますね。ババと一緒におとなしくしてて笑った、ありがとう。じゃあおとなしくしててね。お母さん、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ10周年アニバーサリーブランチ行ってきますので、はいはい、マグロ弁当ありがとうございます。いありがとうございます。じゃあ行ってきます。はい、はい、もうじき出会った最初に出会ったねカフェに到着します。今年はね特別な年で、ベビーちゃんが10年越しに生まれたっていう感じなんですけど、残念ながらベビーちゃんはまだね、生後1ヶ月未満なので、一緒にねこのアニバーサリーブランチには来れないんですけれども、ちょうどうちの母が来てくれてるので、もう母に甘えて2人きりで久々にね夫婦水入らずで10周年アニバーサリーの、出会って10周年目ですねのアニバーサリーブランチに行ってきたいと思います。はい、ここだったんですけれども、なんとこのカフェ We move the corner 770 out It's not the same, though. It's not the same, though. Yeah. Come on. They move, we move. Hi. Great tradition. Great tradition. Hi, yeah. ここが思い出のカフェなんですけど、最初デートしたカフェなんですけど、なんとお店があちらに移転してしまったらしいです。ということで、the custom, our tradition is over.Well, I mean, yeah, it's like we always come to this place because it was where we met, but now it's not here anymore. It's so this will be 10 year last, we'll do something different next year. Yeah. We'll have a little one next year. So. Yeah, with baby. Yeah, so. So, last yeah. time. 10年一昔ということで、来年からはね、okay. We could still eat here. We can, yeah. We keep as a tradition, yeah. Right. Let's surprise. Ah.場所が変わってしまっても、10年前のあのカフェは移転してしまったということで、すぐ隣のここなんですけれども、あーなんかもうちょっと違うんだわ。まあね、私たちにもライフチェンジがあったように、このねカフェもライフチェンジがあったんでしょう。あ、ここです。ずいぶんビジネス大きくなっちゃってんですね。わお、新しいカフェはここになります。ちょっと、あ、すごい広くなっちゃった。こんなになっちゃったんだ。もう違う、ちょっと違う、残念。 Thank you. So, なんか随分変わってしまいました。残念です。ここのうちのね、お通しっていうので出てくるね、このねブレッドめっちゃ美味しいんです。でこれこのジャムもめちゃくちゃ美味しいんです。はい、めちゃくちゃこのチョコレートブレッド美味しいんです。これね、本当はうちの母とベイビーちゃんも連れてきたかったんですけど、まだベイビーちゃんがねパブリック出られないのでね、2ヶ月の予防接種を受けるまではね。 Oh, that is a wedding t-shirt! Oh my god! That's a wedding t-shirt! Oh!
じゃあついにフード来ました。ハッピー 10th anniversary! イエーイ、スマイル。ただいま、えい、はい、ただいま、ただいま、お利口ちゃんにしてたね、お利口ちゃんにしてた、はい、はい、アニバーサルブランチから帰ってきました。そしてタイミングよくちょうど帰ってきて起きたって感じですね。もうグッドタイミングでしたね。ちゃんとお留守番できましたね。お利口ちゃんだったね。それまでね、ちゃんと寝てたということでね。グーッ。ああ、いっぱい飲んでね。なんかね、10年アニバーサリーブランチ行ってきたんですけれども、10年後にね、こうやってベイビーちゃんを授かって、で、最初に出会ったカフェがすっかりね、今年リニューアルして変わっちゃったのでね、10年前と全く違う感じになっちゃって、移転してたのでね、びっくりです。10年一昔とはこのことですね。10年前、この子を授かるとか考えなかったですからね。いや、人生面白い。